はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。東京学系大学附属小金井小学校、令和2年度新1年生入学調査の合格速報です。それでは西荻フレンドリースクール室長の本野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日撮ってるのが11月の30日、ちょっとね、11月の最後なんですが、東京学系大学附属の小金井の、入学調査の合格発表がありましたね。で、フレンドリーからも生徒さんが何人か、受けていたんですけど、ありがたいことにね、応援もいただきましたね。そうですね、はい。どういった結果でしたでしょうか。そうですね、4人受けたんですけれども、3人が通って、で1人はちょっと残念だったんですけど、ただやり始めた、日がまだ浅いっていう、でもその方も別にちゃんと他の学校は通ってるので、私学は通っているのでね、それでもかなり前線はしたと思うんですね。頑張ってましたよね。そう、本当に頑張ってました。やっぱり1ヶ月前にちょうどフレンドリーに来たのでね、それでも私学はもう合格していただいての学芸だったんですけど、やっぱり慣れてないとペーパーでも満点も取らなきゃいけないだろうし、やっぱりそういう経験というか、でどうも試験内容もこの間見た通りに司法観察が入ってたりとか、そういういろんな要素がね、やっぱり私立で出てる要素とちょっと似てるかなっていう、昔のように本当に簡単っていうイメージがないというか、結構総合的に見てくる感じですよね。そうですよね。これとこれとこれ合わせて1セット、じゃあここにあるもの全部で何セットになるかとかね、それをはじきで丸をつけましょうなんていうのは、やっぱり慣れてればパッパッパって早くできるけど、やっぱり慣れてないとなかなかね、時間内に作れできなかったりとかっていうことはやっぱりあるのでね、時の運っていうか、本当に有名私立入ってても音楽芸が落ちるっていうこともあるし、で質問なんかでもね、やっぱり詳しく話せるかどうかとか、声が大きいかどうかとか、ちゃんと大きくはっきり相手に伝えられるかどうかっていうのも、やっぱりそういうのもね、単に勉強だけじゃないので、そか、ちょっと積み重ねの部分も出てくるかな、やっぱり積み重ねっていうのはあるのかなっていうふうには思います。そう、ただ受かったからといってね、国立が合うかどうかっていうのも、それまた別の問題になるのでね、その辺は考慮するっていうふうには思います。ただ受けてる段階だったら、私たちはそんな入るかなとか思いながら、あんなにたくさん受けてるんだからっていうのは思ったんですけれども、でもね、おかげさまでね、合格する人も出たっていうことは、ありがたいなって思いました。でもその抽選って あまり私たちの、うちの息子も次男は学芸の学科は通った時に、本当にありがたいことに初めて抽選っていうね、ものをさせていただいたことは、私はすごく息子に感謝してるんですけれども、やっぱり今日通った方もおっしゃってて、本当にもうあの世界には耐えられないっていうぐらいシーンとしてて、静かなんですよね。そうなんです、でもほら松浦君は最後のじゃないですよね。そうですね。前は言ったのは、やっぱりね、また違いますか。全然違います。もう本当に学科に通ってるわけだから、みんなドキドキしてるわけですよ。でも学芸しかない人だっているわけだから、でうちの場合、うちの場合はもう、通ってたし、私はそこの学校の方が自由でいいなと思って、はなからそうは思ってたんですけど、うちの両親はやっぱり国立出身だし、国立派だったから、通ったら国立よねとか言われたけど、ちょっと私に合わないかなって子供も合わないかもしれないけど思いつつ予想外に入ってたので、
行ったら本当にシーンとしててね。で、あの私たちの時と今のが違うのは、ちゃんと何々は何名です、うん、何々はあの今現在幼稚園で何名受かってます、うん、それで今回何人合格になって、そのうち最後はこうですよね、全部説明してくださるらしいんですよ。丁寧ですね。丁寧なんです、うん、それで最終的に私たちの時はこれが残りましたって言って、はい、出すんですけれども、うん、その時に受かる人も落ちる人もいらっしゃいますので、うん、騒がず、外にね、うん、外れた方は出てくださいみたいな感じでザーッと出てくるんですよ、はい、で私たちの時はすぐその後すぐに保護者会だったんですけど、うん、それも出てっちゃってこの教室から外へ出た場合、仮に受かってたとしてもそれは危険、もうそれは危険とみなしますみたいな、うん、出ちゃったらダメなのみたいなね、うん、そういうのがあって、でうちの場合はもう鼻から、私の場合はもう鼻から外れた番号だったんで、はい、迷うことはなかったんですけれども、うん、その何番から何番で後ろまで行ったらまた一から帰るんですよ、はい、だからそこをなんか私の時は自分で計算したような気がするんですね、うん、でうちはとんでもないからもう補欠にも入らなかったし、ただあるおばあさんが私に見せてくれて、はい、この番号は外れてますかって言われて出そうになっちゃってたんですよ、うんうん、私と一緒に。でもあらとか思って、これハイに入ってますよって言って、うんうん、そのおばあさん慌てて戻ってったんですけれども、うん、昔はそこまで親切ではなかったような気がします、うんうん、なるほど。じゃあうっかり出ちゃった人もいたかもしれない。いると思いますよ、ね、で、うん、今回の方見せてもらったら何番から何番、何番から何番でちゃんと1番に戻ってきて何番でこう書いてあるので、1番に戻ってきてる。だから例えば、うん、グループが80番までで60番が残ったとするんですよね、うん、61番から80番まで行ったらもう後ろないですよね、はい、そしたらそこから1に戻ってきてまた行かなきゃいけないんですよ。だから大抵、まあ長年見てると1には戻りますね、うん、じゃあ1回目で外れてもまだ戻ってくる可能性はあるということ。そうなんです。だから、うんうん、うちの場合は例えば60から80で1に戻ったとして、はい、20で切られたとしたら、うんうん、うちの番号は30番とかね、ど真ん中な、うんうん、外れるど真ん中な番号だから、うん、補欠にもならないという。なるほど。だから切られた番号から後ろ10人ぐらいが、うん、補欠番号で、辞めた人から順にその抽選で外れた人が1人ずつこう繰り上がっていくみたいな、うんうん、なるほど、ね、うん、そうですね、全員がそのまま入るわけじゃないですもんね。そうなんですよね。そうなんです。だから小金井っていうのは特にもう最初に抽選がないから相当な人数受けてるんですよね。なるほど。だから、まあ、どういう基準で選んでるのかっていうのはちょっと私にも分からないんですけれども、はい、まあうちの子が受けた時は戻ってきて出てきて完璧、もう絶対完璧、何も間違ってないっていいすごい自信だなと思ったんですけど、おそらくそういうちゃんと根拠のある完璧、うん、間違ってるはずがない、間違ってないっていうはずがないっていう、そういう完璧な人ことを言っていたのでね、まあ、多分その集団行動とかっていうこともあるかもしれないけれども、まああれを見る限り結構ペーパーのウェイト大きいかなって最近思いますね。そうですね、はい、なるほど。ということで、まあ、今日は小金井の結果が出たということで、今後またその様々な私学でちょっと動きがあるかもしれませんね。あ、動きがあると思います、まあ、今日発表になってるので、うん、来週の月曜日から、はい、またもう一回補欠がどっか私学の補欠が動き始めるんじゃないかなって思います、うんうん、そうですね、週明けにね自体のご連絡があってということですね、うん、そうなんですね。だからちょっとそういう補欠をね、うん、待ってる方はちょっとまた考え気をつけて ね連絡を待った方がいいと思います。そうですね、はい、ね、着信などで、ね、気をつけた方がいいかもしれません。そうですね、はい、特に留守番電話にしておいて、はい、ちゃんと
後で確認取るようにね、確認取れるようにしといた方がいいと思います、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では教室からのお知らせです。まあ国立もほとんど終わりましたが、まだ今年も12月の終わり頃でしたっけ、筑波大学の附属小学校がね、はい、ありましたからね、はい、はい、今対策を取り組んでいて、まああのもうちょっとね頑張りたいよという方はこちらのコースもねまだ受付可能ですので、そうですね、よろしかったらご連絡ください、はい、やっぱりやるかやらないかだったらやった方がいいと思いますからね。そうなんです、だから、うん、筑波があるから、はい、去年なんかでも整形が回ったのをよくあの調べてみたら12月22日に整形が回ってる人がいるんですね、はい、ということはまた20日過ぎぐらいからがもう一回動くかなっていう、うん、じゃあ年内最後の大きく動くところがそこかもしれないですね。 そうですね、それで1月に入ると、うん、今度両方払ってる人、うん、私学のね私学を2つ学校払ってる人がだいたい年明けにこう決断をして、うん、で特にあのなんかもう早稲田とかだと制服採寸とかがこう十何日にあるらしいんですね。それがまあ本当に最終、うんうん、でその辺がまた私学は私学の最終が出てくると1個動くと今度そこへ違う学校に受かってる人が入り、うん、また違う学校に入ってる人が動きみたいな感じでもぐるぐる動くみたいな、うん、そうですね、まだだから1月の半ばまではちょっとわからないっていう、はい、うん、本当にまだ皆さんにご縁がありますよね。そうですね、はい、はいはい、また体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。まあ、来年、再来年、または3年後、4年後、受験を控えている方も、ぜひね、フレンドリースクールにちょっと来てみて、授業を体験してみていただければと思います。はい、またそれと合わせて、子育て幼児教育相談会も実施しております。どんな内容かと言いますと、実際に教室に来ていただいて、今お話ししていただいた由美先生とマンツーマンで、お話をすることができます。例えば、その、何でしょうね、小学校受験に関して私あの志望校がこういうふうに思ってるんですけどとか、今こういうことを取り組んでるんですけどどうでしょうかとか、そういう具体的なお悩みでも大丈夫です。遠方にお住まいの方はスカイプなども利用できますので、海外在住の方とかでもお困りのことございましたらまずはご連絡いただければと思います。調整いたします。はい、また教室のさまざまなお知らせはメールマガジンでも配信をしてまいります。12月はね、由美先生もいくつか記事を書くと言ってましたので、よろしければご登録いただければと思います。教室への連絡先です。 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。西荻フレンドリースクールでは今後も小学校受験、幼稚園受験、海外での教育や子育てなどなど幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。